見れば見るほどです。はい。先ほどのニュースでもありましたように航空事故が起きましたね、はい、主婦山主婦子さんからもいただいておりました。それから神風タクシーさんから、刈谷のトラックおじさん、さらにはパパイヤさん、桃子さんからもいただいております。 Y 亀吉さん、韓国アシアナ航空のボーイング777がサンフランシスコ空港で着陸に失敗しました。関係者によると今までに2人が死亡、1人が行方不明、181人以上が怪我をしている模様で、そのうち49人が重傷だそうです。目撃者は滑走時の前方で機体が尻餅をつくように着陸し炎上したと語っています。日本人の男性1人が乗っていましたが怪我をしたものの命に別状はないようです。 FBI はテロの可能性は否定しています。今回の事故が人的ミスからなのか、機体のトラブルなのか、これから国家運輸安全委員会の調査チームが調べますが、とことん調べてほしいです。この事故は国際線の主力機の初の死亡事故で、航空関係者の衝撃は大変大きなものとなりました。しかしこれだけ大きな航空事故でこんなことを言ってはなんですが、死者が2人だったことに驚きました。相当敵はよく乗客を機外に誘導したんでしょうね。とにかく事故が二度と起こらないように徹底して原因究明して安心してアシアナ機に乗れるようにしてほしいです。小牧のピンクレディさん、まあ、お二人の若い学生さんが亡くなられましたが、ってさっきの話ですね、はい、高校生の子ですか、なんかね、中国人女子学生2人だということですが、はい、あの炎上した機体を見るともっとたくさんの犠牲者が出てもおかしくないと思ったほどでした。182人もの怪我をされた方もいらっしゃるので、一日も早い事故の究明解明を望んでおります。山田木材よいしょさん、アメリカサンフランシスコ国際空港でアシアナ航空機が着陸に失敗したということがあって、あのいわゆるこのアシアナの社長ですよね、ユン・アンド社長はソウルの本社で記者会見をして、乗客家族らに大きな心配をかけし頭を垂れて深く謝罪すると述べたということです。事故原因についてはまあこれからということなんですけどもね、まあ、あの着陸前に異常を知らせる、警報などは確認されておらず、管制塔に事故に関連した情報が行われたものの、着陸後だったと、まあ、説明していた。また飛行中機内では通常通り案内放送が行われ、着陸前に事故や異常の発生を知らせる案内はなかったそうでありますということです。で、搭乗していた、操縦士4人はいずれもベテランで、3人は飛行時間が1万時間を超え、1人も1万時間近く達するということです。ベテランなんですよね、うん、ちょっとこの稚拙な操縦だったかどうかっていうことからすると、まずこの数値的に見ると、はい、ベテランがやっていると、はい、でそしてその事故をこうね、あの表すようなこの予兆みたいなものがいずれも出てきてないということですね、うん、一体じゃあ何が起こったのかってことですよね、はい、ということです、動物奇想天ぷらさん、滑走路に入ってくる際、旅客機の角度が不自然だったと目撃証言があり、機首が上を向いた状態で滑走路に侵入し、尾翼が地面と激突して粉々になったと見られ、事故機の尾翼の部分は完全になくなっていました。尻餅ついたような形ですかね、という形でずっとこう来るわけですね、航空機の着陸体制は大なり小なり機首上げの状態を作りますが、そのあたりで操縦ミスがあった感じがせんでもないと、はい、まあ、これだけの目撃からすればですよね、はい、しかしまあベテランの人たちが操縦していたということは確かでありますけどもね、どうでしょう、橋本ファンクラブ69番さんからもいただいております。事故後5分で生存者全員脱出できたということでした、はいはい、まあ、あのさっきの操縦に関してのミスがあったかどうかは別としても、はい、いざことがあった後の何かこの処置の仕方っていうのは見事な、5分でざっとあるね、はい、
脱出できたと。大体そういうことでしょうね。あの何でも映画館でも劇場でも何でも終わるとみんなダーッと帰ってきますから、はい、あのあんだけの人がこう一斉の同じ行動を取ろうとするとなかなかそこから出られませんよね、はい、うん、それがあの飛行機だでも百何人乗ってるわけですから普通にあの飛行機普通に着陸して降りる時でも結構時間かかるでしょ。時間がねゾロ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 って、うん、あれがもうこういうパニック状態の時にあの、うん、的確に降ろすいう降りるいうことは、はい、あの誘導するこう乗務員の人たちも大変ですけど、はい、乗客もよっぽど落ち着いてやらないとできませんもん ね、うん、ねえ、200人近い人が5分でさっと出られたというのは、はい、いかにテキパキとした行動があったのかということでしょう ね、だからあとは本当にどうしてこういう事故が起こっちゃったのかということを検証しないとこれからあの夏休みもあって旅行で飛行機乗るんだという方も多いでしょうし、うん、アシアナ航空ってやっぱり日本でも今回はねルートがちょっと日本とは違いますけれどもあの日本でも使って旅行される方多いですから ね、うん、ねお仕事とか旅行の方はね、はい、うん、ちょっと安いですからね、うん、だからそうですか、そう使ういう人多いですよ、うん、はい、それからこちらの方は、うん、名前がと、あ、山猫亭さんからもね、まあ救いなのは死者が出たとはいえ2人だったということ、うん、しかしまあ今後あの、ね、生き残った方も PTSD の症状なんかで悩む方もいらっしゃるんではないでしょうかね、はい、と、いうことですね。港の知恵さん、新聞の写真を見ますと、真っ黒の機体でショッキングでしたですね。びっくりしました。と本当にあの写真と、あの、いわゆる被害を比べてみると、うん、という気がしますね。はい。はい。まこちゃんからもいただいております。私がね、大破炎上した機体の映像を見て不思議で疑問に思ったのは、尾翼と垂直尾翼がついている機体の部分とランディングギア、これタイヤとサスペンションが完全に脱落して滑走路に散乱しているのと、普通この墜落や不時着で飛行機が破損した場合に最初に炎上を起こすのはエンジンとそれから燃料タンクのある主翼と機体の下なんですけども、事故を起こした機体と主翼のと下部は完全に原型を保っていて、エンジンも脱落してましたけど炎上はしてなくて、火災が起きているのは機体中央の上側にある客席の部分だけなんですよね。なんで客席から炎上してるのか不思議でしょうがないですと、まあこの人の疑問ね、うん、はい、いろいろ詳しいとこれなんでやろうとか思うんでしょうね。でもそういうこと自体がこの写真であり目撃証言であり、が原因究明になってくるんですよね、はい、どうしてここから火が出てんのやろうと、うん、ここがどうして壊れてるのということですよね、はいはい、サービスカウンターの人さんからいただいておりますが、足穴機の事故でサマーキャンプに参加予定だった2人の女子学生のご冥福をお祈りいたします。送り出したご両親、ただでさえ心配で仕方なかったでしょうに、心情を思うといたたまれません。うちの子供も、うちも子供が11歳と9歳の時から、子供たちだけで飛行機に乗せてオーストラリアを行き来しています。この方はね、うん、オーストラリアでこのお子さん生まれましたですから、はい、今こっち来ておりますから向こうへ行ったり来たりというのを、そういう時にお子さんだけで、はい、11歳9歳の時から子供だけでこう行き来させておるんです、うん、はい、そういうプランありますもんね、うんうん、親は心配で心配でね、うん、飛行機が飛び立った後も空港でしばらく滞在しね、うん、というのは気持ちはよく分かりますもんね、うん、事故が起こるというのは、はい、ほとんどもなんもうほんと何 90% ぐらいが着陸時か離陸時、うん、はい、これに集中してますから、はい、あ、乗せてもいいんじゃない、乗せてさーっと飛んでいって何分かの間こうやっぱりね心配です、心配ですよ、あとはかなりこのリスクは減りますから、うん、そこでもうやって帰っていこうということになるわけですから、はい、まあ本当にね飛び立った後も空港でしばらく滞在して帰ってくる時も5時間前から空港で待っているらしいそうか、ね、うん、私自身はこんなことさせたくないんですが、元旦那はもう子供たちも大きいから大丈夫だと強く言うので、これも子供たちにとっていい経験だと心を鬼にして送り出しておりましたが、このような事故が起きると躊躇してしまいますね、と。可愛い子には旅させようというのはね、うん、あの、子供の頃はそうやろうなと思っててね、うん、ね、子供やっぱ一人だったら試練だからね、うん、
ほら、俺できるし、うん、これと思いましたが、はい、親になってみるとこの言葉の重さいだが分かりますね、はい、これはね子供はええよいうことです。できるできる、大丈夫大丈夫大丈夫。親は心配で心配で、はい、過保護でもいい、とにかく大人になってくれたらいいわと、無事にと、はい、いう気持ちで、そんな強くなくてもいい、別にそんな、うん、旅にしてって言ってて強くなって帰ってきました、こんなことはもうええから無事に追ってくれよという気持ち、ね、そんなのが分かりますね、うん、親御さんの気持ちはこういう風だと思いますわ ね、 その飛行機ね、うん、その行った先での心配いうのもあるけど、うん、その行き帰りの飛行機でいうところもね、うん、こういうことが起こるのかなと思っちゃいますね。久しくなかったんでね、うん、またあっとまた今一瞬思ってしまいました、はい、ましたですけどもね。マドマーゼル和田愛さんも安全第一、セントレアの風景がいつまでも心地よいことを願いたいと思いますというね、うん、そういったお便りもいただいておりました。